皆さん、こんにちは。今日は辻井伸行さんのことについて紹介します。まずは辻井伸行さんの経歴とプロフィールから紹介します。2009年当時21歳だった辻井伸行さんは、世界的なコンクールバンクライバーン国際ピアノコンクールで日本人初優勝を果たしました。それからは CD 発売や世界中でのコンサートツアーで大人気を博しています。ピアニストとして世界中で注目を集めている辻井伸行さん、あれだけ上手に弾けるのに生まれつき目が見えないなんて信じられませんね。そんな辻井伸行さんの現在と生い立ちや病気、出身大学について見ていきましょう。どこの国で演奏してもチケットは完売で、演奏することを中心に生活していたそう。30代は演奏曲のレパートリーをもっと増やしたいという辻井伸行さん。今でも十分だと言えるのに、さらに努力してお客さんに満足してもらいたいという気持ちがあるそうです。どんな分野でもトップレベルに立つ人はさらに高いところを目指して日々努力しますね。辻井伸行さんは2023年現在、コンサートツアーを中心に活動しています。生まれつき目が見えないのですが、趣味もいろいろあって非常にポジティブに生活しているとか、ツアーとツアーの間に時間があるときは釣りに陶芸、温泉巡りと様々なことを楽しんでいるそうです。元気な産声を上げて生まれたピアニストの辻井伸行さん。しかし生まれて数日経っても目を開けませんでした。お母さんの辻井逸子さんは、早く目を開けてほしいなと思っていたそうです。辻井伸行さんのおちゅちゅさんは産婦人科医なので、この異変に気づいていました。退院してから伸行には小眼球症という病気があると告げたそうです。小眼球症とは、胎児期に目がうまく形成されずに起こる先天的な障害。軽症だと視力があったり、片目だけが小眼球症という人もいるそうです。しかし辻井伸行さんのは両目とも全盲で生まれてきました。目の見えない我が子を前に、お母さんはよく泣いたと言います。将来はどうなるんだろうと不安で仕方がなかったそうです。何も知らない友人から伸行さんは順調に育っているかと聞かれ、本当のことを伝えたお母さん。するとその友人から心温まる手紙をもらいました。それは、この世には見えるものと見えないものがあり、見えないものの方が大切なことが多いから、それを感じられる人になってほしいという内容。その他多くの人に支えられ、お母さんはまた前を向き始めたのです。元踊り時クラシックが好きで、部屋で音楽をかけていたお母さん。すると伸行さんはリズムに合わせて足をバタバタさせて音を作っていました。まだ1歳になる前のことです。さらに同じ曲でも別のピアニストが演奏すると、その違いを聞き分けて不機嫌になっていたといいます。辻井伸行さんは目こそ見えませんでしたが、その分により耳がとても良かったのです。1歳半でピアノのレッスンに通い始め、2歳を過ぎる頃にはお母さんが口ずさんだジングルベルに合わせておもちゃのピアノで伴奏をしたといいます。自分で伴奏をアレンジしたということですから、お母さんはとても驚いたことでしょう。そこからは伸行さんの意思を尊重し、強制させることもなく裏方として支え続けたそうです。楽譜が読めない伸行さんの代わりに自分が読む練習をするなど、環境を整えてあげたのです。目が見えないからと家にこもるのではなく、花火大会なども連れて行って音を聞かせました。そしてどんな花火なのかを言葉で丁寧に表現してあげたといいます。このお母さんの姿勢は、辻井伸行さんの成長の上で一番素晴らしい役割を果たしたのではないでしょうか。普通の人がすることと変わらないように、いろいろできると言っているように、様々なことに挑戦しているのです。ピアノにおいては、小学生の時に中学生のレベルのコンクールで金賞を取って、感性豊かな音色で演奏していました。辻井伸行さんは2007年に上野学園大学演奏家コースに入学、在学中にバンクライバーン国際ピアノコンクールで優勝しました。元踊り時上野学園大学は女子大でしたが、ちょうど辻井伸行さんが入学する年に共学になったのです。
ですから学友は女子が多かったといいます。一緒に学食で昼食をとったり、ピアノの話に花を咲かせたりと、非常に充実した学生生活を過ごせたそうです。大学の教授は有名な演奏家が多く、ピアニストとして必要なことを教えてもらった辻井信行さん。コンクールではどのような曲を選んだら良いかやホールでの演奏方法など場数を積んだ人にしかわからない貴重な話を聞けたことは今でも貴重な財産。上野学園大学はアットホームな雰囲気で、在学生からも満足度が高い大学です。しかし少子化により経営状態が思わしくなく、2021年度から大学の新規募集を停止、在学生にも転学をサポートすることを伝えているようです。ここまでは表向きの話で、実際にはファミリー経営による堕落だということが判明。毎年赤字だったので、2015年には非常勤講師の給与を下げ、月給が10万円になってしまった専任教授もいたといいます。それなのに一族の石橋家は多額の報酬を受け取り続けたのです。公費助成を受けて購入したバッハの自筆楽譜も一族の所有物として扱われ、3億4000万円でこっそり売却。辻井信行さんを育て上げた教授がそのことを刑事告発して2016年に明らかになったのでした。その教授は秘密漏洩に当たるとして大学を解雇されてしまいました。上野学園は中学と高校もあり、音楽を学びたい生徒が大学も継続して学びたいという思いで入学してくるそうです。いきなり大学の募集停止を知らされ、進路に困る生徒さんが多くいるといいます。こういう結果になり大学がなくなってしまうのは非常に残念ですね。辻井信行さんは盲目のピアニストとして海外の音楽界でも有名です。音楽家としての活躍は枚挙にいとまがありませんが、女性関係も話題になっていました。辻井さんの結婚や彼女浅田真央さんとの関係などをチェックしていきましょう。まずは辻井信行さんの結婚や結婚相手について見ていきましょう。世界的にも有名で天才的なピアニストである辻井さんの結婚はとても気になりますが、2023年現在のところ入籍したという情報は確認できませんでした。辻井さんは私生活をオープンに話すので、結婚していれば明らかにするでしょうし、メディアも世界的ピアニストのおめでたを放っておくとは考えられません。また2016年9月20日放送のテレビ朝日徹子の部屋に母親のいつこさんと一緒に出演した際に、結婚願望があることを明らかにしているので、独身志向というわけではなさそうです。結婚をしていないので当然ながら奥さんはいませんが、辻井さんがどのような女性と巡り合ってゴールインするのかは大いに気になるところです。辻井さんは親元を離れて生活をしているぐらいなので、生活の介助が必須とは言えませんが、細やかな気遣いや音楽家という特殊な仕事に理解がある女性が良いでしょうね。ちなみに子供が生まれたとしてもピアノを無理やりやらせることは考えていないらしく、本人が望んだ場合に限って応援やサポートをするとのことでした。次は辻井信行さんの彼女と噂になっている女性について見ていきます。ネット上で彼女と噂になっているのはコルチウロコーさんという女性で、2020年3月に BS 富士で放送された辻井信行×ドイツ31歳新たな領域へでの共演が発端でした。コルチウロコーさんはドイツ在住のガイドや通訳として旅のお供を務め、仲が良さそうな雰囲気や番組の後半で熱い抱擁を交わしていたことから交際疑惑が浮上したのかもしれません。ドイツは音楽が盛んな地なので辻井さんとも波長が合うと思いますが、番組以外での交流は確認できていないので、交際までに発展した可能性は低いのではないでしょうか。これは抱擁に対する考え方が国柄によって違うと実感させられるエピソードかもしれませんね。またコルチウロコーさんはドイツやドイツ語に興味がある人向けの活動をしており、 YouTube チャンネルサクッとドイツ語教室を開設して情報発信をしています。日本とドイツは国民性が似ているという親近感がありますし、
ソーセージやビールといった食事やクラシック音楽、ベンツを代表とした車などドイツ好きは少なくありません。辻井さんのようにクラシック音楽でドイツに馴染むのはハードルが高いものの、自分の趣味に合うものを見つけて開国に興味を持って関心を深めるのはとても意義があります。少し話がそれましたが、辻井さんとコルチウロコーさんは友人止まりといったところですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。